はい、ということで孫露伴の性能発表されたんで見ていこうかなと思います。でもイラストがね、もう分かっての通りめちゃめちゃ可愛いと、もうとにかく可愛いです。で、コメントでねちょっとあったんですけど、このロイクの方が実際の人物としては妹で、この露伴が姉です。こっちの方がね姉ということで、まさかのねこのイラストだけ見るとね、ロイクの方がちょっと年齢上かなとは思うんですけど、まさかの、ロリ姉さんという感じになってます。で、グラフ的には継続火力とデバフ付与っていうのが尖ってるよという感じになってます。で、ここにね、ちょっとこう書いてるんですけど、核との相性がいいっていうのと、全てのダメージを減らせるっていうのがあるので、支配や脅威などの固定ダメージ系にも結構強いよという感じに書いてます。とりあえずね、こいつも毒キャラになってるので、核しかね、今のところ毒キャラがいないので、核と一緒に使うのは結構ね、いいかなとは思います。で、絆はこの相方のロイクと一緒に出陣と。で、このロイクに関してはね、明日多分性能は発表されると思います。で、絆効果が孫ロイクと一緒に出陣することによって、孫露伴による中毒ダメージが30%上昇する。で、戦闘開始時に孫ロイクに猛毒を2回付与すると。で、これが味方に対しての毒の付与なんで、一瞬どういうことかなって思うんですけど、多分ね、これ想像なんですけど、ロイクの性能が毒状態の時に何かしらの能力が上がるのかなと思います。じゃないとね、この味方に毒を付与したところでね、めちゃめちゃ毒のダメージ食らってしまうので、この毒のダメージを食らうけども、その代わりにね、何かしらの能力がかなりね、アップするのかなという想像です。で、一応先に猛毒の効果を見るんですけど、この猛毒の効果は、中毒デバフで毎ターン最大 HP の10%のダメージを受ける。で、このダメージを受けた後に、もし HP の残量が最大 HP の10%を下回る場合、中毒を1回爆発させる。なので、この毒をね、味方のロイクに付与させるってことなので、これを覆すようなね、能力が多分ロイクにあるのかなとは思います。で、そして味方アタッカー英雄全員が中毒状態の敵に対して気力攻撃を発動するときに必ず会心が出ると。これはね、かなり強い。味方のアタッカー全員が会心が必ず出るってなると、かなりのね、効果力出せると思うので、とりあえず敵を毒状態にするとかなりね、ダメージを稼げるよという感じになってます。なので、アタッカーパーティーっていうのがね、もしかしたら作れるかもしれません。ただね、SP 周遊だったり、普通の周遊だったり、リクソンとかもね、アタッカーなので、結局ね、小尺パーにはなりそうなんですけど、他の使い方もね、もしかしたらできるかもです。脅威とね、一緒に使って、脅威の火力がバカ高くなるっていうね、使い方もワンチャンでできるかもしれません。会心プラスさらに HP の吸収率も30%上昇するよと。この効果もね、かなり強いかなと思います。さらに毎ターン終了時、全ての敵英雄に小尺デバフを付与し、付与回数はこのターンで消失する。で、かっこ中毒のデバフの回数に等しいって書いてるんですけど、これに関してはね、ちょっとうまく理解できてないです。とりあえずね、小尺デバフを、毎ターン終了時に付与するらしいです。で、その小尺の効果が行動前、孫露伴の攻撃の30%の HP を紛失する。それが2ターン持続。なので、これは普通に孫露伴の攻撃力が高ければ高いほど相手の HP を削るっていう感じになってるかなと思います。で、そして気力攻撃が攻撃力が最も高い敵英雄に対し解除不可な猛毒デバフを2回付与。それが2ターン持続と。で、この猛毒に関してはね、さっき言ったんですけど、こんな感じになっています。で、気力攻撃がね、この敵の単体にしか猛毒っていうのが付与できないので、やっぱりね、どちらかというと持続的に継続的に、小尺だったり猛毒ダメージでじわじわね、削っていく、小尺のね、戦い方になっていくかなとは思います。で、続いて星3になると、もし同じ列、横列にいる男性英雄が通常攻撃あるいは任意のスキルで小尺デバフの付与に成功した場合、孫露伴は1回追撃し猛毒を1回付与すると。なので、この露伴を使うってなると、横列は、SP 周遊ともう一人ね、男性の、小尺持ちになってくるかなと思います。で、そいつらと一緒に使うことによって、さらにね、攻撃が追加していくので、敵のね、猛毒にするっていう対象がどん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 増えていって、毒の付与もね、小尺とプラス毒の付与っていうのも増えていく感じな戦い方になるかなと思います。
で、続いて星5になると、味方英雄が小尺デバフを付与するたびに中毒を1回爆発させる。で、中毒状態の敵英雄が撃破されるとき、他の敵英雄に対して猛毒を1回付与すると、まあ、なのでね、とにかく毒と小尺をどん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 付与していって、割合でね、じわじわ削っていく感じになってくると思います。で、続いて UR1 の効果が、もし同じ横列にいる男性英雄が通常攻撃あるいは気力攻撃時に中毒の付与に成功した場合、この中毒っていうのはね、もう今のところ核しか得ないので、まあ、核のことなんですけど、その毒に付与が成功した場合、ソンドハンとその核は大量の気力と HP を回復するって書いてるので、まあ、今のところね、核しかいません、まあ、今後ね、この毒の付与っていうのがどん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 ね、増えていく可能性があるかなと思います。で、続いて UR3 になると、弱体化成功率が 80% 上昇で、同じ列にいる味方男性英雄の弱体化成功率が 40% 上昇する。で、敵が所持している猛毒デバフが消去あるいは爆発するときに、その敵は執行を獲得する。で、この執行の効果は何かというと、次に受ける回復とバフ効果が無効となる。で、そして敵英雄全体が最大 HP の 5% を回復する。で、累計上限が1回解除負荷抵抗負荷で、これに関しては、まあ、女子パに結構刺さるかなとは思います。まあ、単体のね、大元気、特にね、大元気だったり細分気なんですけど、その回復効果が無効にするというのができるので、まあ、単体の回復は防げるけど、ただし敵全体が HP5% を回復するって書いてるんで、まあ、単体の回復は減らせるけど、まあ、全体的なね、回復はしてしまうという感じになってます。まあ、なので、まあ小尺パでやると、この敵全体に 5% 回復させるのは特にね、まあ問題はないかなと思います。まあ、ただね、これ正直この効果はそんなに強くないかなとは思います。まあ、刺さるね、場面はあると思うんですけど、この執行の効果に関しては特にね、まあ敵を回復させてしまうので、ちょっとね、あんまりね、効果は今のところ弱いかなとは思ってます。で、続いて UR5、 貫突状態になると、敵英雄が一定値の状態以上ダメージを受けるとバフが1回解除され、与える全てのダメージ量と弱体化成功率が低下させる。で、累計上限が3回で、該当する敵が撃破されてもこの効果は解除できない。で、初めて累計上限に達するとめまいを獲得し2ターン持続。で、これ一定値って書いてるので、まあ、状態以上ダメージをどれだけね、相手につければいいんだってっていうのがね、まあ、回数は書かれてないんですけど、これをすることによって、まあ、全てのダメージと弱体化が低下されるので、まあ、この効果としてはね、かなり強いと思います。まあ、ただどれだけね、低下されるっていうのも書いてないので、まあ、それはね、ちょっと使ってみても分かんないかもしれないんですけど、まあ、効果としてはかなり強いと思うし、さらにね、めまいも付与することができるので、かなり強いかなとは思います。ということで、この露伴に関しては、まあ、どちらかというとね、デバフの付与っていうのが、まあ、毒の付与っていうのがメインになってくるかなと思います。で、おそらくね、こっちのロイクの方もどうだろうね、こいつは毒を付与するのかは分かんないですけど、まあ、こいつの方が、ロイクの方が火力はね、多分出してくれるのかなと思います。まあ、露伴でいっぱい焼灼だったり、毒を付与し、こっちでね、爆発させて火力を出すっていうのが、多分ね、予想です。で、編成を作るとすると、まあ、この編成、まあ、このリョモをね、露伴として、リクソンを、ロイクとするんですけど、まあ、こいつらをね、露伴ロイクとした場合、まあ、この形がね、一番火力出せるし、結構強いかなと思います。まあ、ただね、編成難易度がめちゃめちゃ高いので、まあ、SP 周遊だったりね、まあ、核の原部持ってない人も多分多いので、まあ、核の原部も取らないといけない。で、さらには焼灼パってなると、まあ、限定霊獣がね、必須とかになってくるので、まあ、編成難易度はかなり高いと思います。まあ、このロシュクに関してもね、原部がいるので、まあ、この自分もね、ちょっと作りたいんですけど、まあ、編成難易度が高いので、まあ、どうしようかなという感じになってます。露伴を使うためにね、核の原部をわざわざ取らないといけないのかっていうのがね、本当に今原部全然足りてないので、まあ、こっちのね、ロシュクの原部も持ってないし、まあ、諸葛亮とね、今度炎章の原部も追加されるので、まあ、ちょっとね、どうしようかなっていう感じになってます。まあ、貫突はしたいんですけど、まあ、貫突にしたところでこのテンプレの編成が作れなさそうなんで、まあ、ちょっとね、どうしようかなってなってます。ということで、ご視聴ありがとうございました。